剣は天下無双。エネア、いざ勝負。この先に神殿がある。すべては周囲の妖魔を撃ってからだ。その後で神殿にて勝負に応じよう。私に挑んだ剣士のこと、世界を救うため共に旅する仲間となったあの男のこと、あの時に少し似ているな。見事その部で戦場にも君臨するのだ。さっき言ってたあの男って、元の世界の仲間だ。お前と同じ二刀流、無敗を誇る剣聖と呼ばれる。剣聖か。その二刀流とも戦ってみたかったぜ。ローマどもは片付いた。ネメア、勝負だ。いいだ。いざ勝負。人間どもを叩き潰せ。刀の虎、孫文大こそ真の三国無双よ。見事だ。君を切ってあげるな。僕の役目だよ。小次郎、しょうがねえな。まずはお前を倒す。まだまだ切り足りない。この決着がまだついてはいないぞ。アキレウス、また割り込みかよ。どっちがネメアと戦うにふさわしいか勝負してやるぜ。これぐらいにしといてやる。肩慣らしにもならん。ここで引き当てろ。俺に撃たれることを光栄に思え。ネミア、
に任せな。はい、任せ。任せてもらおう。王道の虎、孫文大こそ真の三国無双よ。しょうがないな、今日は消えてあげるよ。また君に会いに行くからね。武蔵、それでいい。まっすぐな力強いソウルを感じる。ソウル？よくわからねえけど、あんたが認めてくれるんなら嬉しいぜ。その部で戦場にも君臨するのだ。俺に任せな。任せ。任せてもらおう。邪魔する奴はもういねえ。来るがいい。行くぞ獅子よ。王刀の虎の牙受けてもらおう。見事だ。お前から命を守る力を感じた。この戦いで求める剣に一歩近づけた気がする。ああ、いい勝負だったけど、これで終わりじゃねえ。俺はもっともっと強くなる。武門の長として武様の戦はできん。よし、